14.5 ミリです。こんな濃いピンクなかなかないですよ。チョコレートの匂いがするんです。最高の下まつげです。まずポイントはドクロ、蝶々、鈴、ヒョウ柄、ダイヤのブラジャー。ギャルはやっぱキラキラ。こんにちは、椎名ひかりです。ティントケラに出ております。そして椎名ピカリンという名前で魔界からやってきたアイドルとして活動もしております。今日はですね、今はもうなってるんですけど、そんな昔でもないんですけど、あのギャルをやっていましたし、あのギャルの雑誌に今でも出てますので、ギャルの道をある程度通ってきたので楽しみにしていてください。よーい、スタート。フェイスパウダーなんですけど、顔、体、どこにでも使えます。そしてすごくキラキラします。もう見ての通りです。これをあのもうあらゆるところに塗っておりましたね。それでキラキラめいてました。ギラついてました。ギャルはやっぱキラキラ。頭にも多分これつけても大丈夫。こういう感じ。キラキラ。これは頭にも塗って大丈夫。シェーディングなんですけど、今や塗ってる人すごく減りましたね。でもギャル時代の頃はもう絶対にもうシェーディングを塗ってましたね。これチョコレートの匂いがするんです。だからチョコレートの絵が描いてあるんですけど、すごくいい匂いだ。これをこうやってやって、ここら辺に小顔効果ですね。ギャルはあのなんだろう、全体的に顔にメリハリが欲しいのでこういうのをやってました。こちらギャルと言ったらのキャンディードールのストロベリーピンクです。こんな濃いピンクなかなかないですよ。これドカンと塗る感じですよね。なんか見るからにチークっていう感じに塗るのがギャルの塗り方だと思います。うん、みんなこんな感じでしたね、当時ギャルが全盛期だった時は。ギャルはもうプリクラとか写メの写りを気にするので、あのいい感じに写る濃さにしてたので、実際だと濃すぎるっていうくらいをみんな塗ってました。ギャルの神様翼ちゃんが出してるチークです。こちらノーズシャドウなんですけど、光はノーズシャドウを一番やりすぎるギャルだったので、ノーズシャドウやりすぎだから消してってギャルの人に言われてました。それぐらいやってました。ポップティーンとかの表紙でちょっと鼻がゾウさんみたいに写っちゃったこととかある。ちょっと過去のナンバーを見てください。やりすぎは禁物です。オンリーミネラルのハイライトなんですけど、これをあの鼻のここに筋に入れます。白と黒のこのこれをはっきりさせるためです。これは髪の毛の色に合わせて明るい眉マスカラを塗ってます。ギャルとか関係ないくて何でも使えるんですけど、まあベージュと茶色と鉄板のアイシャドウカラーが入ってて使いやすくて、ギャルでも普通の人でも使える感じになってるんですけど、塗り方によってすごく濃さが違うのでいろんな方で使えるようになってます。これとこことここを塗りました。これですね、もう目頭にもうすごい濃く入ってるやつ。ギャルはもうここをめっちゃ濃くしてます。キャリーパムパムちゃんの原宿ドールっていうやつなんですけど、ギャル時代すごくこれがお気に入りでめちゃくちゃ使ってました。つけまつける束になってます。普通のラインですね。これもまあラインはどこのでも OK。 隙間がないように埋めてあげると小悪魔っぽい目になります。下つけまも翼ちゃんのやつです。下まつげつけるのが初めてだよっていう子でもあのすごく使いやすい感じになってます。切っても切らなくてもすごく自然に見える最高の下まつげです。吊り上げる眉毛を描きました。ギャルといえばのマックです。ちょっと小悪魔めの目にしたかったのでマックの黒シャドウをここに塗ってます。
ビゼンのリップグロスなんですけど、すごく赤くてロックな感じになります。口を赤くするとすごく色っぽくなるので、小悪魔感が出ます。ただのギャルじゃなくて小悪魔系ギャルになれます。ここでピンクをつけると姫ギャルとかちょっと可愛い目のギャルになるんですけど、ここで赤をつけるところがこのピカリンポイントですね。キングブラウンです。 14.5mm です。割と最近のカラコンは 14mm だとか 14.2mm が多いので、これはすごく大きい方になっております。縁もしっかりしていて柄もしっかりしているので、一気にもうカラコンギャルになりたいけどカラコンがわからないっていう子はもうキングブラウンです。これ光もずっとこれを使っておりました。可愛いと思います。皆さん、ピカリのギャルメイクどうだったでしょうか？ぜひ皆さんも自己流のギャルメイク勉強してみてください。他の動画もまだまだたくさんありますので、ぜひよかったらそちらの方も見てください。